皆さんこんにちは、はるにゃんでございます。今回はですね、はい、またですね、おしゃべりしながら皆さんの質問に答えていくというですね、はるにゃん Q&A を、始めていきたいと思います。ちょっとすいません、なかなか風がね、長引いちゃってて、だんだん喋ってるとね、声が枯れていくんですけど、ちょっと聞き苦しかったら申し訳ありません。どうかご了承いただきたいと思います。はい。まあ、この動画じゃないんですけど、このコーナーの動画じゃないんですけど、まあ、この間、はかけ事件っていうのをですね、出したと思うんですけど、見ていただいた方、本当ありがとうございます。それで、なんかみんなね、なんかこう、プッチョを食べたら歯が欠けたとかね、千歳飴を食べたら歯が欠けたとかね、いや、結構なんかそういうコメントをいただいたんですけれども、やっぱね、粘る系はね、そう、ハイチュウとかもそうだけどね、やっぱあれはちょっと、気をつけて食べないと危ないですよね。やっぱね、こう、歯が欠けたりする時もあるし、あと銀歯とかさ、詰め物がポロッと取れたりするんですよ。私もね、千歳飴が小さい時大好きだったんで、ペコちゃんのね、千歳飴をね、こう、わーいなんて食べて、銀歯が取れたことあります。皆さん、歯を大事にしましょう。はい。大事にね、歯は一生もんですから。はい。ということで、ちょっとこう、歯についてお話ししたんですけれども、今回まず、一つ、質問にまず答えていきたいと思います。はるにゃんはご結婚されてるんですかというご質問なんですけども、今現在はしておりません。はい。ただ、彼がいて、結婚はもう、はい、決まっております。はい。なので、詳しいですね、入籍とかしたらですね、改めて皆さんにお知らせしたいと思いますので、楽しみというか、まあ、はい、そんな時は、そんな動画を出した時は見てやってください。はい。まあ、インスタグラムを見ていただいている方はご存知かと思うんですけども、まあ、すごく、料理が好きなんですね。で、小さい頃からすごい料理が好きで、で、私、一人っ子なんですね。一人っ子なんですよ。で、親が、共働きで、本当に首から鍵を、下げてるような鍵っ子だったんですね。で、結構学校が早い日なんかは、作ってある時もあるんですけど、作ってない時はこうお金が置いてあって、これでお昼食べてねって、早く帰ってくるねなんて感じでこうお母さんの置き手紙がしてあったりとかしてたんですけど、まあよくお店とかでね、まあお昼ご飯買いに行ったりとかしてたんですけど、だんだん、まあなんていうんでしょう、お店で買う味ってほとんどなんか同じような味で、なんとかできないかなと思って、まあ自分で、そう、小学校2年ぐらいかな、小学校2年ぐらいの時に初めて親がいないのに、危ないですよね、料理を作るようになったんですよ。初めて作ったのが、ただ卵とご飯と、ただなんかウスターソースをかけたチャーハンみたいな感じで作ったんですけど、すごく料理が楽しいなと思って、でその時になんかちょっとチャーハンが残ってね、お母さんの分もね、こうお皿にでラップかけて残しちゃったんですよ。でお母さんが帰ってきた時に、自分で作ったのってすごいびっくりされて、でなんかお母さんが食べたら、すごいお母さんがボロボロ涙をこぼしたんですよ。お前はもうこんな美味しいチャーハンを作れるような子になったのみたいな、そんな成長してたのみたいな感じで、ね、ちょっとね、心があったかくなるようなお話ししたんですけれども、まあ、それをきっかけにですね、やっぱりなんか人にご飯を作って、なんかこう笑顔になってもらう、なんかこう喜んでもらうのがすごい嬉しくって、で今もその気持ちがですね、やっぱ彼に対してすごく美味しい美味しいって食べてくれるので、やっぱね、好きなものいっぱい作っちゃうんですよね。そのおかげで彼がちょっと幸せ太りで3キロぐらい太っちゃったんですけど、今一生懸命ね、ヘルシーなものって選んですけどね、ついついね、やっぱ美味しいって言っていただくと美味しいものを作りたくなってしまって、まあ、よくお弁当は必ず好きなものを入れたりしちゃうんですけど、まあ、そんな感じでなんかね、まあ今後ですね、美味しいね、あったかいご飯を作って、あったかい家庭を作っていけたらいいなと思っております。またね、ちょっと入籍しましたっていう動画を出した時はね、同じようなこと言っちゃうかもしれないんですけれども、やっぱりはい、男の人はね、胃袋で使った方がいいですよ。はい、やっぱね、美味しいってご飯食べてくれる人はね、はい、すごくね、自分も幸せな気持ちになるので、これからね、どんどんもっと料理の腕を上げてですね、もっと喜んでもらえたらいいななんて、ちょっと、のろけですけど、はい、はい、結婚予定です。はい、またその時期が来たら、動画をアップしたいと思うので、
はい、よろしくお願いします、はい、そしてですね、2つ目は、はるにゃんが今までしてきたアルバイトは何ですかっていう、質問があったと思うんですけれども、私はですねいろいろやってきましたね。高校生の時はセブンイレブンでバイトしてました。なんかの動画で多分お話ししたと思うんですけれども、セブンイレブンが長かったですね。まあ途中で辞めたりもしてたんですけど、すごくねアットホームでいい、セブンイレブンだったんですね。もう本当になんか身内みたいな感じですごい楽しくお仕事させていただいたんですけども、まあその中で結構お菓子の売り場をね担当したりとかして、自分でこう売り場をデコレーションしてね、なんかこうチョコレートの一押し商品とかで、作ってね、発注とかも任されてすごく楽しかったりしたんですね。で結構売り上げが伸びた時とか、おー楽しい、うわー嬉しいみたいな感じでね、セブンイレブンでバイトしてたりとかしてました。セブンイレブンはね、高校生やって1回辞めたりしたけど、また18になってもやったし、20代前半でも、はい、バイトしてましたね。はい。すごい、今でもいい思い出になってます。はい。あとはですね、それと併用して掛け持ちでやってた時期もあって、飲食店がすごく多かったです。何やってたっけ？レッドロブスターでバイトしてたこともあります。それは20代前半だったんですけど、まあ、レッドロブスターでバイトしてて、ホールでやってたんですけど、そこもね、オープニングスタッフからやって、ロブスターのね、切り方とかね、一から教えてもらったりとかしたりしてね。で、やっぱりね、すごく声を出すので、3名様ご案内いたしますみたいな感じでね、やってましたね。で、必ずね、こう座ってね、注文を取らなければならなくって、まあそういう時もね、すごくね、礼儀作法みたいなのがすごく勉強になったので、レッドロブスターもすごいいい思い出ですね。でやっぱねこう好きな人ができちゃったりとかしてね、振られちゃったけどちょっとこう甘酸っぱい20代前半を過ごしたりもしましたね。泣いたりとかもしたし、そうですね、はい。あと一番ね多くやってたのがパン屋さんでバイトしてました。なんかねパン屋さんがすごい楽しくって、販売の方だったんですけれども、まあたまにねそう裏方も手伝ったりしてたんですけど、やっぱなんかこうパンをこねたりとかするのも楽しいし、あとお客さんとやっぱりねこのパンがね美味しいのよね、毎日買いに来ちゃうのよねとか言われたりね、あとなんだろうカレーパンをレジの前で食べてるおじさんとかもいたんですけど、おあカレーパンがそんな好きだったのかカリッと感がいいんだよねみたいなこと言われて、はいと言われて、そうですねカレーパンやばいっすよねみたいな感じで言ったりとかしてたんですね。販売だったんですけど、サンドもやんなきゃいけないとこもあったんですね。サンドっていうのはサンドイッチだったりとか、あとベーグルサンド作ったりとか、ホットドッグ作ったりとか、そういうのもあったんですけど、やっぱもともと料理が好きなだけあって、すごいなんかそういうのも楽しくねできたんですけど、やっぱ時間制限があって、1時間で確か5種類くらい仕上げなきゃいけなくて、まあ、パンをどんどん切ってってね、キャベツを詰めて、もう何メンチカツ詰めてとか、ベーグルにブルーベリージャム塗ってとか、すごいねスピードが勝負だったんですけど、まあ、慣れてすごい楽しかったですね。すごくパートのおばさまたちともねすごい仲良くなって、すごいいい思い出な、はい、パン屋さんでした。あと他のパン屋さんでもね、高校までお昼になって売りに行ったりとかもしてました。結構ね私計算が苦手なんで、高校生とかにね、あれそれって570円じゃないですか、590円高いと思うんですけどとか言われちゃったりとかして、あすいませんみたいな感じで間違えちゃったりとかでもよくあったんですけど、あそれもすいませんみたいな感じで、ごめんねみたいな感じで謝って、まあちょっとね笑顔作っておけばきっと大丈夫っていうことでやったりとかしてました。なので私は、まあ、セブンイレブン、パン屋さん、レストラン、まあそんな感じで結構まあ食べ物に関する、まあ、仕事が多かったですね。はい。まあそのなんだろう、パン屋さんの経験を生かしてねパンを作ったりとか、あとピザとかもね作りたいんですけど、去年のクリスマスにピザを作ろうと思ったら何を決めたか、お好み焼きみたいになっちゃって、もういいやと思って、お好み焼き風ピザだみたいな。これ、写真載せますけど、お好み焼き風ピザでいいやみたいな感じで。で、彼にも、これ、多分、ピザなんだよねみたいな言われて、ピザだよとか言って、なんか
好み焼きみたいなんだけど、何言ってんの、ピザだよピザとか言ってそんな感じでね、まあ、失敗もあるんですけれども、まあ、美味しければね、結果的に美味しければいいってことでですね、そうですね、なんかこう朝とかにこうパンとか焼くママとかなりたいですねそんな感じで私は結構はい、いろんなバイトをしてきたんで、パン屋さんも大体もう本当に3年とか、そうですね、2年以上は続いてやってたんですけど、本当途中でね、洋服屋さんとかもやったんですけど、洋服屋さんは長続きしなかったんですけど、まあ、私はそんな感じの今までアルバイトをしてきました、はい、どれもね本当にすごくいい思い出になったので、はい、良かったと思ってます。ということで今回もですね、長々とお話しさせていただいちゃったんですけれども、また何か、質問があったら、ぜひコメントに残して、はりなに教えてください、はい、引き続きこのコーナーもですね随時やっていきたいと思いますので、興味のある方は見てやってください。それじゃあまた次の動画で会いましょう。またね、バイニャン。よかったらはりなに TV チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。